今日はこの休憩時間の間をいただきまして、笠置舞祭りの進行をお願いいたします。改めまして、皆さんこんにちは。今回の曲は笠置舞までの坂本九さんの最後の曲になった心の瞳という曲です。1985年の5月にこの曲がリリースされましたが、多くの方がまだ記憶に新しいように、その年の8月の12日日航機の事故で坂本九さんは帰らぬ人になってしまいました。折しもこの心の瞳という曲は家族や地域のつながりをテーマに作られた曲と伺っています。昨年3.11 以降、なかなかの日本人の心もですね、時には折れそうになったりということで、私たちもその曲に合った形でもって新曲を作らせていただきましたが、今回は絆をテーマに作らせていただきました。今日お届けしていただくのは、川崎の5チームの方から先発で選抜をされた川崎舞祭りのジュニアプロジェクトスーパーマインドのメンバーです。日頃は5つのチームに分かれてコンテストに出たり、今日も来ていますけども、来ていますが、今日はプロジェクトのためにこのステージで歌わせていただきたいと思います。初恋舞祭り2013の貴重なお時間をいただくことを感謝申し上げながら、皆さんに楽しんでいただければというふうに思います。それでは川崎舞祭りの第8弾になります、イージャンダンス心の瞳、よろしくお願いいたします。